どうもおはようからこんばんは、とのでござる。ドールズフロントライン、続きをやっていきましょう。さて、前回撮った時は10月の27日だったんですが、まあ明けて28日となりまして、このジャック・オーランタン争奪戦、これは3日目になっているんで、この日にボス攻略をすれば、まあショップにてとある、まあ、人形が手に入るんで、今回それをやっていこうと思います。でその前にね、好評でまあいろいろね、こう大型建造とかもあったりしまして、1日経ったことで、まあ、私の資源にも余裕が出ました。まあ、ひとまずはやってみてもいいんですけれどもね、ただまあ大型建造もウィークリーの任務で1回やるっていうのがあるんで、だいたいもう最初10回ぐらいは必死こいてやって、まあショットガンは出ないという結果に終わったんですけれども、ですね、月曜日にそのウィークリーが更新されるんで、その時のまあ運試しっていうのかな、あの1週間の運勢を占うみたいな、そこで大型建造をやろうと思うので、まあ今回そのまあこっちの通常の製造、まあデイリーの任務はもう達成しているんで回さないんですけれども、いろいろレシピがありまして、まあカンコレにもありましたよね。あの言っておきますが、別にカンコレを悪く言っているつもりはないですからね。ただちょっとこうやっている時期が悪かったのと、このゲームに巡り合ったっていう運の悪さか良さかまあわからないが、そういうのもあったんで、まあちょっといろいろ比べてしまうのはまあご了承ください。まあ基本でいろいろ製造履歴、まあ私がお気に入り登録しているものもありますが、いろいろ欲しいものあるんですよね。この AMRFB とか、あとはネゲグもすごい欲しいしそういうのを狙って出たりはしていたんですが、ただこういう星子とか、まあ他のまあ指揮官たちがいろいろ引き当てたのを、まあこういう風にありまして、それをお気に入り登録、今レシピ適用の左にありますが、それを登録することで、まあ次、まあ回す時の参考にもできるんですよね。まあみんながこうやって頑張って引いてくれるから、まあちゃんと私もそれに習ってレシピを適用させることもできるんですけどね、こういうのができるのがいいよね。あとは編成拡大も、まあ、前にも説明しましたが、極力3体分ぐらいはねキープしておきたいなって思ってはいて、でさっきね、通常製造させていて416がねまた当たったんですよね。昔はね416のあの辺の404小隊かな、あれの発生率っていうのかな、あれが高くなっていた時期に結構ね当てては解体を繰り返していたんですよね。ただ416もここねいるんですけれども、まあ、現在レベルは78、まあ、次拡大、編成拡大か、あれができるまでまだまだ、まあ、10にかかるんで、それまでには増やしたいなとは思います。ちょっとねここ右下で、倉庫を見ましょう。で今のところ私が保有しているのは、まあ、93体いまして、もともと上限は100体ですけれども、こういう風にキープしておくとねもういっぱいいっぱいになるんで、さすがに20人分ぐらいは増やしたかな。でこんな感じでね今この辺キープしているんですよ。さっき取った416と、あとはグリズリーは結構ね資源に余裕がない時にハンドガンレシピを回すんで、それで割と当てているんで、今3体キープしてて、まあこんな感じになっているんですよ。まあ、ただただキープしていてもね、こう枠が圧迫されるっていうのがね、どうしてもね、工業とかのこういう回収分解でレア度の高いのをどんどん解体しちゃって、で今のところダイオコア31個溜まってはいるんですが、そういう風にコアの方についつい回してしまいがちになるんですよね。で編成の方はまあ MG5 は第一部隊に戻しまして、でこれでボス攻略、該当しているのはこの戦役の1から6までの通常なんですよね。前回も
なんだっけな、夏祭りのイベントだったっけな、あれがあった時は1から3の通常と緊急だったんですよね。ただ1のマップね、あんまりねこれ好きじゃないんですよ。ちょっとやってはいきますが、レベリングしている時とか、あとはボス攻略を狙っていた時とか、だいたい1ターンか2ターンで片付くのが理想なんですけども、このマップにおいては時間がかかりすぎるんですよね。ひとまずは現在育成中の第8を出しましょう。出撃です。真の名誉が私を待っています。さあ08招待いきますよ。まあこの辺の敵は本当に弱いからな。私は負けませんから。そうはさせない。また一瞬で終わっていくもんな。私なら彼女たちを超えられるでしょう。だって TMP がすぐ座り込んでしまうんですよね。こんな年寄りをお好みとは。でも最初の方はガンガンレベルとか指揮官レベルかな、まあ上がってはいきますが、あとあとレベリングが大変なんですよね。まあもちろんカンコレほど、まあ道のりは長くはないんだが、こうしてね私でも5体分はレベルカンストまでいけましたしね。カンコレも同じ期間頑張ってはいたんですけれども、今レベル最高でも70何歩までだったっけな。で次のターンで一気にこの飛行場まで行きましょう。大体4ターンぐらいかかってしまうのかな。あとはボスが割とうろちょろしているんで、まあ、結構運もあるかな。私は負けませんから。大丈夫、負けるはずのない戦ですよ。今夜は祝杯だ。朝まで返さないぜ。M16 ビールが好きなんですよね。いいな、同志だ。来い、私は負けませんから。ただこの辺も今レベルが20とかいるんですけれども、今21か30になればコアが必要か、そういうのがね結構ねやりくりが大変なんですよね。だいたい30まで来て編成拡大も3リンクまで行ったら、次4まで行くのが70なんですよね。で結構時間がかかるんで、その間に結構コアは貯めれるんですけれどもね。そうか、私も一時期は最大コアは100個以上は持っていた時期はあったんですが、まあでも結局いろいろね、星5のキャラクターをまあ5リンクかしようと思えば45必要というね。はい、じゃあもうボス倒していきますよ。ボスでありながら戦闘力519という、私は負けませんから。0の4のボスの100分の1の強さだな。うっしゃー、今夜は祝杯だ。朝まで返さないぜ。でこれでジャックオーランタンを10個獲得。これでもまだ10個か、あと50個なんですよね。だから一通りはやらないとダメなんですよ。これはこれね、もう大体もう取り尽くしているから、あんまり欲しくはない人形なんだよな。で多分傷ついてはいないと思うので、次はじゃあ2に行きましょう。もうそこまで好きではないから、2ターンかかってしまうんですよね。でこの辺までは多分第8でいけると思うので、出撃です。真の名誉が私を待っています。でまずはここに行って飛行場占拠、まあ、多分皆さんこのゲームをプレイしている皆さんも大体こんな感じでやっているとは思うんですけどね。己の運命を受け入れなさい。今だ M4。 私M4 いない他の部隊にいるから。私なら彼女たちを超えられるでしょう。ちなみに AR15 はスキンを手に入れているんで変えていますよ。でターン終了。飛行場を取ったことによって行動ポイントは3に増える。ただ
敵が迫っているんですよね。ここで余分に1ターンのんびりしてしまうと司令部がもう占拠されてしまうと。私は負けませんから。そうはさせない。これが私とあなたの差です。今だ M4。 私の動き指揮官、この辺もどんどん鍛えてはいきたいんだが な彼女たちを超えられるでしょう。 AR15 とか専用装備を野戦で手に入れてもいいんだが、なかなか野戦も面倒くさいところもあるんですよね。いずれ野戦もやっていかないといけないからな。じゃあ突戦に行きましょう。戦闘力は2804。私は負けませんから。そうはさせない。まあ言うて通常ですからね。諦めろ。お前たちにしよう。笑顔、笑顔です。目をそらしちゃダメ。どうした、さっさとやれ。ただボスキャラってデバフはかかってはいるが、先行手榴弾効いている感じがしないな。こんにちは。とレベルが上がりましたか。でこれでターン終了。味方の司令部が包囲されていても、こっちが先に司令部を取れば勝利となる。ベレッタ M38 です。ベレッタ M38 とか、まあ、サブマシンガンですけれども、回避がねあんまり高くはないんですよね。じゃあ635は修理。4分31秒。指揮官、これは私の欠席届です。ご許可をお願いします。学校みたいだな。じゃあお次は3に行きましょう。345あたりは一旦で肩がつくから好きなんだよな。じゃあ誰に行かせようか。じゃあスオミちゃんたちも育てたいからこっちを出そう。司令部の方はね、じゃあ5番隊メイドさんに頑張ってもらいますか。任務とはいえ外出できるね。で5回動かせれるんですけども、私はねできる限り戦闘していきたいんで、このルートを通る。でまだ1ポイント余っているんで、こっちも一戦させる。奴らは遊びの邪魔ね。パパッ、勝利のために。17式とか、もう射速強化がほんと強いからな。次はもっとサボろう。いやサボっちゃダメ、マシンガンだからガンガン撃たないとダメなんですよ。このマシンガンはボスドロップかな。奴らは遊びの邪魔ね。パパ、私のショータイム。まあスオミちゃんもまあまあ育ってはきたんだかな。水着のあのスキンが取れていないのが非常に残念なんだよな。まあ、スキンを手に入れようと思えばガチャを回すか、あとはショップでもたまにね売っていることがあるんで、そこでダイヤをつぎ込むかなんですよね。そこにおいてはちょっと課金していかないとダメかな。私もね120円さんの、あのウェディングスキンを取るために、まあ雪地を通して、結果としてはその半分で取れたんですけれどもね。で WA2000 のあのハロウィンスキンも、もともと所持していたコインが900枚ぐらいあったんで9回回して取れなくて、でまた雪地を通して、でその半分でまあなんとか取れたんですよね。よしまた10個ゲット。であと残り1回。ゴミは駆逐します。私もいい加減にしてください。言い訳は通用しないわ。416とかもね強いから、2番隊3番隊ぐらいに戻してもいいんだがな。もともとはそっちにいたんですけれども、ちょっと外したんですよね。もちろんめちゃくちゃ強いんですよ。強いんですけれども、バフかな、あれが前のサブマシンガンなんですよね。私としては以前言ったように斜めのバフこそでもう私は大好きなんで、あの前とか横とかっていうのはあんまりね使いたくはないんですよね。
じゃあどんどんいきますよ。次は4。で4のマップも結構広いんですけどもね、上に行くともう一旦でボスまで行けるんで、ただボスの戦闘力は8800。ふむ、ちょっと弾薬の節約もあるからちょっと7番隊を置いておこう。4でもね、いけるとは思うんだが、ちょっとやってみようか。やったー、任務とはいえ外出できるね。特に修復はさせてはいないからな。スノミちゃんあたりはちょっと傷ついていそうなんだが、奴らは遊びの邪魔で、パパ勝利のために。あー結構傷ついていたな。スノミちゃん脱がされるかもしれないぞ。まあでもこの戦闘でレベル1は上がるか。奴らは遊びの邪魔で、パパみんなの前で傷ついていくと戦闘力もどんどん落ちていきますからね。今のところは1万3000残ってはいますが。お姉ちゃん見てた？こんなの楽勝だよ。ただこの4番隊もね、前にも言いましたが野戦もできるようにはしておきたいんで、野戦の火力上昇かな、なんだっけ、まあそういうバフがかけれる確かハンドガンをつけていたような。あ、回避上昇か。で次はボス戦。スオミちゃん持つかな。スオミちゃんもね、私が言っていた回避 B のサブマシンなんですけれども、スキルのおかげで回避がむちゃくちゃ上昇するんですよね。ほほっと一体やられたか。だからスオミちゃんはまだ持っていますよ。お姉ちゃん見てた？こんなの楽勝だよ。よし、これであと2戦か。資源もたっぷりあるから、明日の大型製造はショットガンレシピ回してもいいんだが、あれ6戦使うからな。あ、修理が完了しましたか。じゃあ次はスノミちゃん。あのサウナ付きの部屋選んでもいいですか？サウナ付きの部屋とかあるんだ、いいな。あ、私も同席しようかな。はい、じゃあもう5行きましょう。5も1ターンで片付くし、緊急の5の4も同じマップですけれども、緊急の方は上に敵が固まっているんですよね。コストを抑えるために8番隊、それを言ったらハンドガンの部隊作ってもいいんですけどもね、いわゆるダミー部隊っていうのかな。じゃあこっちはグリズリーをね、5リンクにしたいんで、ちょっとレベルを90にしておきたいなっていう気持ちもあるんで、ちょっと使っていきましょう。出発せよ。この通常戦域では2戦でいけるからな。気を与えるな。今回取るまでの間に、6の緊急かな、進めていたんですけれども、6の4も相当きついね。見ていると。私にはそんなものないよ。ボスがね、あっちも大量にいるんですよね。で、戦闘力が2万ちょいが多かったかな。もちろん支援部隊を使えば勝てるっちゃ勝てるんだが、まあ言った通り私は極力で自力で戦闘においては自力でやっていきたいんで、そう思うと今の戦力ではここまでが限界なのかな。指揮官、聞こえました？勝利の鐘が鳴ってます。 M14 とかこれプレイしていると結構みんな手に入ると思いますが、なかなか強いですよね。レア度が3っていうのはいい。でレベルが10上がるごとに途中でね M14 を結構獲得できるんですよね。でそういうのをキープしておけば
編成拡大の時とか非常に楽になると思うんですよね。だからキープは大事ですよ。こんにちは。使っていこうと思うキャラクターはどんどんキープ、3体分ぐらいはキープしておいて、で使わないキャラはどんどん解体していく。放っといてくれない？でラストに6。6はそこそこきついですよね。でポケットしていると左上に司令部があるんですけれども、あんまりね考えないでやっていると占拠されるっていうね。ただこっちは2番隊を置いて、でこっちは攻撃用で1番隊チャンスだ、出発せよ。で行動ポイントは4ありまして、まずこっちは右に飛行場があるんでそこまで進軍。2ターンで蹴りをつけますよ。狙っちゃなしないで。あらゆる状況で使える武器、そう、それが私だ。まあその辺は主力部隊ならば問題はない。ただその6の緊急の6の4かな、雑魚的でもね2万近くとかいたりするんで全然雑魚じゃないなとは思うんだが、よく地域の部隊で進めていきたいからな。もっと強い部隊を増やさないといけないな。でお次はこちら。包囲される前にこっちが一手打ちますよ。仲間だろうと敵だろうと誰にも負けない民間用の武器、まだ逃げても無駄よ。勝利の喜び、私にはそんなものない。行動ポイントは1余ってはいますが、まあ出すだけ出してもいいんですけれどもね、あんまり、まあ、あんまりってか意味はないかもしれんが、多分これでも次の行動ポイントは5だったような気がするな。ほら占領されていきますよ。あ、6か。で WA2000 ちゃんはどんどんボスに向かって進軍。さあ突っ込め突っ込め。いろいろ考えて進まないといけないからな。ほんとポケットしていると味方の司令部が占領されてしまったり、あとは、まあ、補給が続かなくて弾薬切れになったりね、敵のターンで攻めてくることも考えて弾は残しておかないといけないからな。ただこの部隊ね、移動力がだいぶ遅いんですよね。マシンガンを加えている、かつ今 WA2000 がちょっとね、装備のせいで移動力が落ちているんですよね。だから第7戦役のボス戦においては移動力がないとね結構ねきついんですよね。そういう時はもうマシンガンはまあベクターに変えて、で WA2000 の装備も外して極力移動力が上がるようにはしたいんだよな。よし倒した。これでジャックオーランタンは180個を持っている状態なんで、これで人形かな取れるはずで、残り1戦はこちらを動かしましょう。さすがに第8は動かせれないわすぐやられる。何の意味もない。無駄無駄。これだけ固まっていれば集団もだいぶ入るでしょう。まだターゲット確認。手榴弾はねあんまり強くはないんですけども、勝利手榴弾は強いと思う。結構ダメージが与えれるし、炎症ダメージで追加でダメージも入るんで、それでねサブマシンガンでも MVP を取れたりするんですよね。
ただスキルでの火力よりはやっぱり通常の火力が欲しいなと思って、私は第一部隊をベクターから MG5 に変えたんですよね。でこれで変えるでしょう。あ、メールじゃないですよ。指揮官様、今日は何もお買い上げにならないのですか。でこれでイベントでこれだけ入るんですよね。でこれで私今ジャックオーランタンは180持っているんで、この ART556 を購入。あ、星5か。指揮官おはよう。私はアート5。噛んじゃった。556です。安心しろ、噛むのは私だって同じだ。よし、これで入ったぞ。強いはずですよね。ちょっと図鑑で見てみよう。アサルトだよな。アート556。あ、いたいた。いいね。あー、お尻を見せている。で、あー、いいね。やっぱり斜め強化はね、素晴らしい。命中上昇52、回避上昇15。回避上昇あるの嬉しいし、まあ命中はまあどっちでもいいや。ソルマシンガンもともと火力当てにしていないからな。ただスキルが突貫集中、お、5秒間ステータス上昇、火力85に射速25。サブマシンガンをまあより有効的に強化できる、かつ自身も相当火力を上げることができる。ステータスでいったら射速 B の HP B。 まあアサルトは HP はそこまで被弾しないからいいとして、スキルで射速が上げれるならば B でも別に構わない。火力命中とか A あるのはいいね。なるほどね、これで獲得できました。でこのゲームで面白いなって思うのが、キャラクターのところでこういいねボタンを押すことができるんですよね。それによってみんな、まあ、誰を押しているかとか誰がおすすめかっていうのを見れるのが非常に面白いなって私は思います。というわけで今回はここまで。次回はね、ちょっとまあ野戦も考えたんですが、ちょうど日曜日なんでいろいろ訓練が、模擬作戦かな、できるんで、それをちょっと一通りやっていこうと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。